9月スーパー陸上にて、ティファニー・ウィリアムスは、アメリカ合衆国の陸上競技選手、専門はハードル。北京オリンピック女子400メートルハードルアメリカ合衆国代表。2002年に、ジャマイカのキングストンで開催された世界ジュニア、陸上競技選手権、大会100メートル H に、アメリカ合衆国代表として出場し、予選一組4着の成績を残した。 2006年3月モスクワで開催された世界室内陸上競技選手権大会4400メートルアールにアメリカ合衆国代表の第2走者として出場しロシアに次ぐ2位となり銀メダルを獲得した。また同年9月シュトゥットガルトで開催された IAF ワールドアスレチックファイナル400メートル H に出場し54秒22の記録で2位となった。 2007年6月インディアナポリスで開催された、米国選手権 400mH で53秒28の自己新記録をマークし、優勝、世界陸上競技選手権大会のアメリカ合衆国代表に選出された。またこの記録は2007年の女子 400mH 世界ランキング1位となるものであった。8月30日、 世界陸上競技選手権大阪大会 400mh 決勝では54秒63の記録で7位入賞の成績を残した。2008年には U ジーンで開催されたオリンピックトライアルの 400mh において勝利し、北京オリンピックアメリカ合衆国代表の座を手にした。北京オリンピック女子 400mh では一時予選、準決勝と勝ち進み、 8月20日決勝では57秒55の記録で8位となった。2009年8月世界陸上競技選手権、ベルリン大会400メートル H にもアメリカ合衆国代表として出場し、53秒28の記録で5位入賞の成績を残した。2009年9月には来日して、スーパー陸上に参戦し、久保倉里美以下を抑えて優勝している。 2005年に結婚し、現在は二児の母である。フロリダ州マイアミ出身。身長157センチメートル、体重57キログラム。サウスカロライナ大学卒業、リーボック所属。イアサンスグランプリ2007から 400m ハードルズ、W リザルツ IAAF2010 年7月5日、閲覧。ウィリアムス女子 400m ハードルを制止世界。 陸上出場権を獲得アフプブ。2010年7月5日、閲覧。400m ハードルズ 2007IAAF。2010年7月6日、閲覧。女子 400m 障害読みやらない2010年7月5日、閲覧。ありがとうございます。